やるか。皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。星のカビデラックスやりましょうか。はい、 72% すげえな俺。はい、というわけで今日もねメインモード進めていこうと思います。現在 36%、 3月6日は俺の誕生日、よろしくお願いします。はい、ということで今日なんですけどね、また新たなワールドが出てました。新たなレベル4のステージがオープンしたということで、ファイトウェイハースオープンしたんですけど、まあ今日はね、まずは前回最後に出たんですけどね、新しいチャレンジがまた出たんですよ。なんで今日はそのチャレンジやっていきたいと思います。チャレンジモード、皆さん大変です。チャレンジでででどでん45ってことは、今回のやつやばいやつだな。これは間違いなく、そう、ハイジャンプチャレンジ。ハイジャンプか。いや、なんかちょっとなんかね、空中下攻撃みたいでバフンってやつを気づくまで時間かかったやつだね。さて、ハイジャンプチャレンジ。ジャンプしてから操作が重要。を素早い操作で天まで届けってことで。まあ、Y ボタンでドンドンドンってするだけだと思います。あとロケットホールか。これをうまく使って攻略するだけ。結構細かい操作が必要で、なんか、精密な動作が必要な感じ。ウィップチャレンジと同じ感じかな。ちょっとね、簡単だけどむずいみたいなやつ。ハイジャンプ、飛んでる間に軌道を変えられる。空中でもハイジャンプできるぞっていうことで、空中下攻撃でロケットフォール、バフーン。これがちょっとむずいやつ。テクニックいきましょうか。さあ、なんか変わってるかな、配置 EX だって。まあね、ノリでとりあえずやっていきましょうか。まあ、基本的にはこんな感じで敵を倒しながら、空中の軌道を描きながらって感じで。あ、なんか途中にスイッチあったな。そういや、スイッチ押しちゃダメなスイッチみたいなやつが確か。ね、あ、押しちゃダメスイッチ。押しちゃダメスイッチ。ほい。押しちゃダメスイッチを押さずに行く。まあまあまあ、今のところ問題なし。よし。これ一発でプラチナ取るの目標にしてみようかな、一回。ね、ほい。ドーン。まあ、ここも問題なく、いい感じ。よいしょーい。大丈夫かな。今んところ、マジで言うことなしだよ。今んところプレイング。ちょっと今の細かいところはもちろんミスってんだけど、これ下か。ドーン。はい、下降りで。ドーン。いい感じだ。ドーン。ちょっと待ってください。やばいかもしれません。はい。さて、次。ドーン。よしよし。まあ、ワンミスって感じでしょうか、今のところ。まあでも、ワンチャン、まだリカバリ効く範囲じゃないかなって思うけど。え、なんか、やべ、ああ、これ、ちょっと待って、今の、マジかよー。あそこ、ジャンプしながらハイジャンプしちゃダメ。オッケー、ダイダラ覚えた。ここも怖い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 。ちょっと待って、ちょっと待って。よし。ちょ、ゴールドがちょっと怖いね。さて、大丈夫今のとこ。おお、お前が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 。ちょっと待って。ちょいとやっぱむずいか、これ。え？どう？危ない！よし。ここもオッケー？まだ上だよね、ここ確か。はい、オッケー、覚えてる。まあ、1回ダメージ食らったんだけど、何秒残し今？ 30 秒。うわ、ちょっとミスってんな、これ。30秒残していけるか35秒残しか分かんないけど、まあ、あれ、あら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 、まあ、でもここほぼタイムロスない。時間移動だから。よし、オッケー。まあ、とりあえず、コインコンプリートできるかだけだよね、気になるのは。敵全滅と。ノーダメージが無理だったんで、今回。残念ながら。20秒残し敵全滅。あれ？コインコンプリートしてないって、みんな。ん？どっか取り逃してる。まあいけるやろ。もう一回やってみるわ、完璧で。いい30秒これどうだ。今回のマジでギリギリドキド、最後めっちゃドキした。ドキドキした。はい、敵全滅？プレートダメージ？え、待って、いや、コインコンプリートがない。俺どこ取り逃してる。あれ、やっぱ俺コインで取れてないんだよな。なんかやっても丁寧にやってもコインの枚数一緒なんだよな。さあ、ちょ今度丁寧にプレイしようと思います。マジで丁寧にやろう。取り逃すな。なんかね、このハイジャンプさ、敵倒した後のとかさ、なんか爆風みたいなあれでさ、なんかあと100の数字あるじゃん。これのせいでなんか取ってるか取ってないかわかんねえんだよね、マジで。多分そのせいで逃してる気もするんだよね。まあ、とりあえず、多分今のところ絶対ないと思う。絶対取り逃しないと思う。俺は意識高い男だいたら大丈夫。僕も大丈夫。いや、多分大丈夫。今も取り逃してなかったと思う。やばい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 。プレミがゴミ。はい。まあ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 。
まあとりあえず今回は丁寧にプレイしつつワンチャンプラチナ狙いましょうみたいな感じでいこうと思います。どうだろうな、まあ、まあこの辺もね1枚うえーうーおー取り逃してないです、大丈夫です、完璧です、完璧です、完璧です、全然大丈夫です。はい、取る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 、はい、とやばい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 、これプラチナ無理だろマジ。さあまあでもコインコンプリートは見よう、まずで、ここも大丈夫、残り1分、まあ、時間は意外とまだ余裕あるからね、ほんとよし、まあとちょこちょこね、やっぱもう何回かプレイしたのでミスはないと思うんですけど、ここで地味に取り逃してないかなとか思うんだけど、今んとこじっくり見てる感じ取り逃してないよね。40秒、あ、いけんじゃねこれ、いけんじゃねこれ、ねえ、じゃん、あ、待って、おい、時間やばいってこれ、いけるか、セーフ。さっきね、一枚取り逃してるシーンがめっちゃあったから、やっぱ多分ね細かいの取り逃しばっかだと思うんだよね。30秒残ってるけどどうだろうこれ、あ、いけるんだ俺今回相当ひどいプレイしてたぞ。だからこのさ1個下の2個下もさやつも1枚どっか取り逃してたんだよコインを本当に、いやこれね、あの取り逃してないかちゃんと確認する作業がいるね。今回のプラチナチャレンジはかなり簡単だと思います。ただ正確性が求められます、相当、それだけ注意してください。はい、ということで満足しました。さて、ではではではのでは、今から行きましょうか。レベル4ホワイトウェハースへ行ってみましょうか。じゃあレベル4のステージはどんな感じだったかな、何も覚えてないですけど、行きましょう。開けゴマでんと、寒いとこか、ここ3つしかね、何面まであったっけこれって。雪だるまがボスだよね今回、あ、5面まであるタイプだ今回は。だからちょいと長メンディーですねこれ、長メンディーステージ行きましょうか。1面頑張りましょうか。でってでんと、さて、ああ、そう、俺ハイジャンプだった、今吸い込もうとしてた完全に。さあいきなりヤバいダメージ。さあロボット、おい、ロボボプラネットかこいつ、え、硬すぎるだろこのワトちゃん、あのロボットマジ硬って、あ、ファイトファイト剣、ファイター遠距離からファイター、ファイターパンチ、いや強いな、ファイターキック、ファイターアッパーパッパーパーキック、パンチキック、パンチ楽しいロボもいるけど関係ねえ、俺はファイター燃える闘魂、燃える男大だら、ファイヤーアッパーアッパーカーパー、ウェーイ、いったれみんな、ファイターおもろいねみんな、よし、キーキー、やべスライス、いやーやだやだ、待て、マジ死んじゃう、マジ死んじゃう、マジ死んじゃう、ちょ待て待て、行かないでファイター、もうあと一発食らったら俺死ぬけど、ねえ、もういきなり限界バトル始まった、あっ、ワドルディ背後を取るとはやるじゃないかファイターダメだな、やっぱロボやと思うね俺、うん、アーマーアーマーバイヤーウェイビーム、よし、こうやってな、ブレーキキャノンファイヤー、こうすることで楽しくなる、よし、キャンセルファイヤー、ウィーヤー、強い、やっぱこれしか勝たんで、ビーム打つのしか、なんだこれは、アイスの力が出ないの、なんかアイスの力ないのか、実はアイス取るか、待て、これはある、ドゥーン、ダメだ、燃やせ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 、よしよしよし、下になんかある、エナジーセクフェア完璧、バリッカドーン、これもいけたな、バリッカドーンも、はい、バリッカドーン、道を作れ、あの氷のとこだけちょっとやりたいから、ちょっと待ってね、アイスだけ欲しい、こんにちは、アイスウェイ、アイス、そういやこれが強いんだな、このくるくる回るやつがね、えボス戦でこれなんかあんま使えんかったけど、ね、敵近距離でこれをぶっぱしまくるのは確かめっちゃ強かった気する、ドゥーン、やっぱ雪のステージにはアイスしかないっす、いきます、
今回エナジー水は3つだし、多分エンジョイコースでしょう。うわあ、危ねえ窓。さあ、行きまーす。おー、シューティングゲームカービィ来た。カービィ、これ持ちながら、軽やかに滑ってるぞ、今。すごい。カービィ最強。さあ、行くぜ、カービィ。うわ、敵いっぱい。ワトちゃんたちも全部やっつけろ。しとめろ、しとめろ、しとめろ。よし、今日はボタン鍋。オッケー、ワンアップ。俺がワトちゃんにやられた3期やっと復活。あー、ワトちゃんにやられた。まだ俺根に持ってっからな、ワトちゃん。あ、さて、ザコ的たち、どこが正解でしょう。ここ外れです。でもこのゲーム優しいところはあるよね。ゲームによっちゃ別のとこ行ったら即死んでしまうとかあるのに、このゲームはちょっと優しさを見せてくれる。なんで俺下手くそすぎ。早いね、これ。あ、行ってもうた。星欲しかったのに。星欲しい。あ、戻れないもう。でもね、戻れるんですよ、皆さん。こうやれば。あ、ダメかもしれん。戻れません、皆さん。すいません、これ上あります。なんかあったな、これ。これ、俺、よう気づいたとか昔言ってた気する。よう見たら普通にわかるもんな、これ。わう。怖いって。死んだらどうすんね、ここ。え？星欲しい。はいはい、星欲しい。怖い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 。どっち行く？下。え、これ下じゃない、ここ限界ルート。おー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 、いっぱいワンナップ来た。星がいっぱい、嬉しいねってことで。よいしょい。エナジー次はもう2個ゲットしてる、あと1個です。え、このステージめっちゃ短いね。氷投げとこ。よし、パパッと行こうぜ。上のつららもぶっ壊しながら行ったで。わ、これお前らセミ、はい、全員これ。おいおい、楽しい。あー、オッケーオッケーオッケー。さあ、エナジー水平4の1コンプリート。マジ短かったな、ここのステージ。マイくんだ。マイくんちょっともらっとくか。ボーカリストを抱いたら、あえー。これボーカリストじゃなくて、ただ野球を応援してる人やな。野球を応援してるおじさんだよな。甲子園球場とかにいそう。メガホン持って。そんな、今時ではないかもしれない。わあ、カラオケの俺です、今のが。来た。さあ、ボス戦。誰だ、最後のボスは。え、ギガちゃんエッジキャー。トゥルル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 。未来の俺、来た。ロックスター、ロックスター大体来た。おい。いやあ、バッテリーがない。オッケー、クリア。簡単だったな、ここ。さあ、そう、どうどうどう。ちょっと、ついてもらっていいですか。ウィップ。ウィップで、ちょっと。よし、ワンナップ、嬉しい。さあ、もうゴールだけど、なんもないか、こっち。よし。さあ、4の1、楽しく攻略でした。いいとこだったね、ここ。氷のステージ。よし、このゲーム。い、う、は、に。マジで1トレーディーだ、このゲーム。イェイ。よし。さて、2面もいけるかな、このまま勢いに乗って。よし。ででででででで、と。さあ、2面。果たしてどんな難しいコースなんでしょうか。ちょっとし、心が苦しいですね。あー、滑る。スーパー能力見たいんだよな、俺、今日は。はい、行きましょう。さて、おお、トゥル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 してる。トゥルトゥルしてる、トゥルトゥルしてる。トゥルトゥルしてる。トゥー。トゥルしてる。ちょっとね、下攻撃ができない。そうか、斜め下か攻撃できるのは。わー、かわいい。かわいい、雪だるまの化身たちよ。オーマイガー。ちょっと待って、雪だるま、なんかもう大変大変大変。走れ走れ、神だ、早く抜けろ。あ、忍者。雪国には忍者が似合う。ほんとか？忍者キック。やっぱ忍者キックとか調子乗ったら絶対俺死ぬ気がする。忍者クナイ。よし、手裏剣投げてほしい、カービィ。忍者クナイもいいけど。危ない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 。スパッと切る。スパッ。あー、椅子だ、落としだ。かっこいい。危ないってマジで、カービィ死にまうって。なんか今上になんかいた、なんかいたぞ、今上に鳥がいた。鳥がキック、鳥キック。よし、さあ行きましょう。なんか食べ物、あー、寒いところにアイスクリーム嬉しいか。でも寒いところで食うアイスクリームもまた糸うまし。なんだこれは。あ、
出たな、これ。ドン。これ、張り付いて区内するやつやな。シュン。忍者カービィ最強なりて。ワンナップ。なんかワンナップの配布してる量が増えてきたね。各ステージに1個2個。やはりこの辺りからデス数が増えるんですかね。おもろいな、今日も。頑張るね。おい、お前は硬い、カチコチおじさんだ。カチコチおじさん。カチコチおじさん、硬いんだよ、マジで。ぶっ刺し。アンブス！待って待って、いや、でも忍者好きだから忍者返してほしい。スパッと。おら、死んだかもしれん。危ない危ない。いや、ガチでむずいけど、これ大丈夫か、ここ。ダメージ食らえないカービィ、マジむずい。できる？忍者にはないか？忍者にはそういうパワー。忍者にはないですね。ロボットくん呼ぶか、ロボくん。ロボボプラネットくん。ロボボプラネットくん。いただきます！いくぜ！バリバリ。はい。バリバリ。さあ、火がつき。怖い怖い怖い。あっ！まずいっす！まずいっす！マジでまずいっす！結構ゲイでギリギリでした。いや、アンプルス！怖え！死ぬかと思ったわ！死にませんか？死にそうだが。これは、ドゥン、ドゥン。手裏剣を、クナイを持ってないとクリアできないとこだな、多分。でも僕にはビームがあるので、最強です。あぶね。オッケー。さて、エナスフィー1個目獲得。むずすぎる。遠距離武器ってそれほど大事ってことよね、みんな。きつい。回復アイテムくれ。いや、ここマジで、あー舞台ちょっと待って。取ったら死ぬか、取ったら死ぬか、俺は死にたない。えい。怖すぎる、ここ。よし、ちょっとずつ進もう。まあ、1個、カービィのいいところは1個エリア入ると中間地点みたいな扱いになるから。で、そこめちゃくちゃいいよね、ほんと。待って待って。怖い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 。敵をちゃんと処理していこう。靴、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 靴履ける。うわ、なんか見て、ロボットカービィ、ロボット、アーマーカービィと靴相性いいね。色はいいから。ねえ、さあさあさあ、下を抜けて歩いていけ、カービィ。ティーブレイク、ティーブレイク、コーヒーブレイク来た。コーヒーじゃない、紅茶ブレイク。俺、紅茶あんま飲まへんから、紅茶はブレイクはわからん。オーライ！なんだ今の、星があるだけが。ありがとうございます。チケットもありがとうございます。ほら、いらん！よし、靴を捨て、中間地点、行ってきます。ここ何これ？これエリア、もうほんとこの変なとこ入るだけでもう習慣みたいな扱いになるから、いいよね、このカービィ。優しいゲームだ、ほんと。おいやー、おい、さあ帰ろう、カービィ帰ろう、家に帰ろう。よし、さあ2個目のスフィア獲得してます。靴新品に履き替えようぜ。あるよね、確か。新品ないのこれ、靴もしかして。新品ないですね、これ。新品ください。カービィ。靴壊れちゃう、これ。ストーンがすっ飛んだ。まずい、まずい、まずい、まずい。痛い、痛い、痛い、痛い。ストーンだ。じゃ、ストーンもらおうか。よし。ストーン強えからな。今日のストーンはこちら。いつものブロック。星ブロック。でもあの星ブロックってカービィ1とかのブロック ?1 とか2とか古いやつの。さあ今日のブロックその2、カービィ、僕が主人公。おーおーおお、滑っていきます。危ない。これ途中で解除するな、落ちるやつやな。俺今回は学んでる、昔の俺は学んでなかったから。お、強えなお前。よし、危ねえ。ストーン、今日のガチャ、ハットン。これハットンはやばいよ、カービィ泣いちゃうよ、これカービィ。カービィは泣かんか、俺が泣くんか。危ねえ。あそこ入ったら終わりやで、マジで。うわっ、出た、リック、カイン、クー。3人組、星のカービィ2からこんにちは。ダッシュクロリンチョ来た。危ない、危ない、危ない。さあ今日の何これ。マルクだ、マルクとかあるんだ。よし、やばいのさ、危なさ、危なさ。行きます。ストーンでこの滑っていくステージはめっちゃいいよね。いろんなストーンのパターン見れるからさ。うーん、ドーン、床が陥没。え、これなんだ、ボス戦かなこれ。なんだこれ。いや、進んでいこうぜ、このまま。中ボス戦じゃん。
うん、パンチ、うん、あ、スーパーボンガース EX だ。ほら、ほら、腹パンパンチ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 。やばい。うい、ローア来た。ローアじゃない、これはあれか。何、なんかコメントで教えてもらって、エアライドのやつ。エアライドとかスマブラのやつか。俺、エアライド実は全然やったことないからわからんっていうね。世にも珍しいエアライドあんまやってない人。ギガントハンバーグ、いやー、だからエアライド全然わからんっていうね。これだったっけ、ガチャガチャするんだっけ、ガチャガチャ、ドンドン、パンと。いやー、おー、ちょ、回復アイテム出してもらっていいですか。ね、おー、お前は、アウチ、ドン、よしよしよし。いや、なんもねえのか。ワンナップは嬉しい。ワンナップは嬉しいが違うんだ。俺、命を。回復を。2個かな、これは。マックスでした。はい、ドゥー。足場出ろ。足場ありがとう。いいよ。早い。攻撃してくる、こいつ。イエーイ、頭ボンと。よし。回復は？回復はまだ出ない。こんな体力やばい。昔もっと回復出んかったっけな。一緒に下に降りるやつ。急降下、楽しい。デイ、おお、スカーフィー、かわいそう、スカーフィー。あいつ悪いことしてねえのにな。さ、カビめっちゃ汗かいてる。汗かきカビ、汗っカビ、汗っカビ。おらえ。さて、まだ出ないアナザーディメンション。そして回復アイテムも出ない。ワンナップはめっちゃしていく。57まで増えたよ、3期。すごくね？ねえ。いったれ、デカハンマードン！よーし、来た。やっと時空が裂けて、次のエリア。体力ないけど。え、マジ回復アイテム1個も出んかった。残機は増えたけどな、めちゃくちゃ。行ってきます。怖すぎる。でもう死にそう。これもう1分の、もうあれ、ご利用しできへん、今回の俺のカービィ。俺のカービィはご利用して成り立たってるのに、ご利用しができないカービィってどうしたらいいんだい、これ。みんな。ご利用せなカービィ。頑張ります。この頭脳を使っていきます。頭脳と英知を使って。いきます。怖いぜ、これ。さあ、後ろは迫る壁。ファイヤー、いけ、持っていくぞ、カービィ。これは、俺に任せろ、カービィ。やばい、ちょっと欲張りっす。欲張りっす、大体来た。えい、急げ、うえい、危ない危ない危ない。次、これ持ち運ぶカビ。なんかすっぴんチャレンジ思い出す、このなんか感じ。物いっぱい使っていくのねえ。チャレンジモードこれから取りました実は。ねえ、おなるべくカービィが動かんかったらね、この後ろの壁がね、ゆっくりなるから、なるべく前に行かないのが俺的コツ、おそらく。だからゆっくり行く。後ろ攻撃しても効かねえ、こいつ。おい、強えな、あいつ。待て、うわーっす。オッケー。さあ、なんとかダメージ特に食らわずここまで触れた。さあ、でも次、おい、スフィアローパーだろこれ。勝てねえだろこれ、さすがに。 EX 足滑るし。よし、チュンチュンチュン。よし、なんとか削っていきたい。なんとか削っていきたい。えい、あぶねえ。きつい。おっと、シュイシュイシュイ。トゥー、あ、勝った。さすがダイダラカービィ。俺は忍者だからな。忍者のパワーでプリン食べた。アイスクリームとプリン、今日も喫茶店メニューです。カービィ主食アイスやけど、アイスとかデザートしか食ってないけど、最近大丈夫かな。俺が大丈夫じゃない。カービィと同じものしか食えない縛りで生きてみて、みんな今日からよろしくお願いします。行ってみましょう。よし、はい、ってことで、ゴールゲーム行きましょうか。いきます。うー、イエー、頼む。いや、1いかんか、惜しいね。おや、うまし。はい、というわけで見事でした。よかった。
はい、ってことで、まあ今日は1面、2面攻略、そして EX チャレンジ攻略ってところでいいかな、今日は。よし、ナイスでした。まあ、3面以降はまた次回行きましょう。ういっす。では、で、スフィアが50個。だいぶ来たなぁ。うわ、4つもここある。エグすぎる。よし。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。で、次回が、まあ、3面あたり攻略していきたいと思いますので、また次回も見ていただければと思います。はい。それでは、チャンネル登録しないから、チャンネル登録、高評価よろしく。また次回の動画でお会いしましょう。あ、それ、バイバーイ。シュ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 ン。